新製品は時間や場所を気にすることなく自由に演奏を楽しめる楽器であるサイレントシリーズのアコースティックギタータイプヤマハサイレントギター SLG110S、SLG110N、SLG130NW の3モデルです。ダニエル・フォーさんはハワイ出身、ロサンゼルス在住のマルチミュージシャンで、1990年、スムーズジャズバンドのヒラウェアのリーダー、キーボードとしてプロデビューされています。2006年には自らプロデュースしたスラックキーギターのコンピレーションアルバムで、アメリカ音楽界の最高峰グラミー賞のハワイミュージック部門、ベストアルバム賞を受賞されております。2006年以来5年連続でグラミー賞を受賞されております。2009年の第51回グラミー賞ではアーティストとして、このハワイミュージックアルバム賞部門で、グラミー賞を受賞されており、今年も、2月に行われましたグラミー賞で見事、受賞をされております。まずはダニエルさん、グラミー賞5年連続受賞ということでおめでとうございます。 Thank you very much. どうもありがとうございます。それではサイレントギターの話についてちょっとお伺いしたいんですけれども、ダニエルさん、ヤマハと契約される前からご自身で、サイレントギターを購入されて使われたということをお聞きしました。どのようなきっかけで、使われ始めたのでしょうか。 As a touring musician、私ツアーをたくさんするミュージシャンでありますので、もちろん音が良いギターもそうなんですけれども、本当に持ち運ぶのに便利なギターっていうのを探していたんですね。それでナイロンバージョンのサイレントギターがアメリカで発売された時は本当にもうすぐに買いましたし、それからその後にスチールバージョンもすぐに買って、今では2本持ってツアーに出ています。音や演奏性に関しては通常のギターと比べてどのような感想をお持ちでしたでしょうか。I think these guitars are actually easier to play than a regular guitar. 通常のアコースティックギターと比べて実際により弾くのが容易だというふうに思っています。なぜならまず軽いですし、あと体に非常に近くてフィットする。それから弦高も低いし、疲れないので長い間弾けるんですね。本当に弾きやすいギターです。それでステージで弾くときなんですけれども、大体そういうときってサウンドシステムが非常に大きいので、普通のアコースティックギターだと羽織りをしてしまうんですけれども、このギターだとそういうこともありませんので、いつでも大きな音で弾くことができます。それでは先ほどの演奏 SLG130NW という新しいモデルで弾いていただいたんですけれども、お持ちの SLG と比較してどのような音の違いとか感じられたでしょうか。もちろんピエゾピックアップはすごく素晴らしいんですけれども、特に新しい方はそのピックアップがより静かでノイズが少ないというか本当にピュアな音がします。あとですね、このボディフレームの形が変わって体によりフィットする感じが出ました。それで私が気に入っている特徴の一つにエフェクトがあります。8年から10年ぐらい前に出たサイレントギターだと2つリバーブの種類がついていたんですけれども、この新しいバージョンですとそれに加えてコーラスとエコーのエフェクトがついていますので、より多くの音色の種類から選ぶことができます。じゃあ今回の4種類のエフェクトの中で特にお気に入りのサウンドがありましたら、少しサウンドを聞かせていただければと思うんですけれども。I think my favorite effect on the steel string is the
chorus effect. So this is what it sounds like dry. お気に入りはコーラスのエフェクトなんですけれども。Falling on you.